あまりーちゃんは ISTP だが ESFJ とは合いますが ESTJ とは難しい気がしますと。まあ、ESTJ は監督ですからね。監督してくるとですよね、はい、きっとこっちのスケジューリングもしてきますよね、はいはいはい、それはダメですよ、はい、この人はアンタッチャブルですよってことはマリーちゃんも多分アンタッチャブルなんでしょうね、はいはい、好きなことやってるときに、うん、たまには俺と遊んでよなんて言うと、はい、多分振られる気がします。たまには俺と遊んでよはいいんじゃないですかね。いや自転車ばっか触ってなくてさ、自転車と私どっちが大切なのよみたいなそれをあでもまあ自転車が大切なのか私より。そうです、自転車を捨てさせようじゃないですか。そう、案にそうですね、はいはい、で受け取るので自転車は捨てたくないわけじゃない。別に嫌いだとか自転車より下なんては思ってないにしても、うん、自転車を捨てさせようとしてきたって話ですよね。そうですね、はい、みたいな感じじゃないかなと。マリーちゃん厄介ですねこれね。いやなんか厄介っていうのは違うんですよ褒め言葉でもあるんですけど、はい、いや僕がいやなんか昨日あったじゃないですか、はい、ISTP 女子です、はい、男が結婚を匂わせてきました、はい、よく逆のパターンは聞くじゃないですか、はい、女子がなんかゼクシーを置くみたいなのは聞くんですけど、はい、マリちゃんの場合は ISTP 女子ですと、はい、相手が結婚を匂わせてきて引いたみたいなのが今動画にならんかなって今ちょっと思ってるんですけどってなった時にあの今男子が ISTP の女子と接した時に多分 ISTP の女子って多いんですよね割合的に、はい、SP の女子多いだろうと想定すると、はい、なんか言い方気をつけないとなって思ったんですよ、はいはい、要は私と自転車どっちが大事がダメなのは分かりました。はい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 、じゃあどうやってなんて言うんだろう僕との時間を増やしてほしいんですよ、はい、一緒に自転車に乗るのがいいんですかね。だとすると、まあ、普通に誘えばいいんじゃないですかね考えすぎ考えすぎ考えすぎですか。はい、でその日に自転車の何か自転車は僕ですけどはいはい、いやだから、はい、あのまあそれはさしてくださいよ、はい、皆さん、はい、でもまあその自転車ってずっと常にやってるわけじゃない。この日に自転車の何かが届くとか、はい、っていうある時はそれをなんかやりたいわけなのでこの乗ってくるのは嫌ですか。何がですか。 ISTP の人は、はい、まあ、これは外交的、まあ、僕はそうなんですけど、はい、じゃあこっちのに乗っちゃえば、はい、いや一緒にいられる時間が増えるじゃんみたいな。自転車に乗るってことですか。そう、あ、はい、まあ、その人がの流行ってる波、その人の流行ってるものに、はいはい、まあ、例えば自転車、例えば自転車だとするとじゃあ僕も自転車をやってみる。乗れればいいとは思いますけどね、その波に。そうですよね、はい、はい、それピグマリオンですもんね。逆ピグマリオンですもんね、はい、ピグマリオンには乗らない代わり逆ピグマリオンも多分乗れないですもんね。逆、まあ、別にこう自転車乗ってこいとは思ってないわけですよ。はい、あ、向こうはね、はい、あなたもやればとは思ってない思ってないわけですよ、ね、そっか、 ISTP はそうか、はい、そうですよね、そういうのに無頓着ですもんね、はい、人のニーズなんて自分がやりたいからやってるみたいな話じゃないですか。で、まあ来れば一緒にやれるとは思うんですよ。来るなとは言ってるわけじゃない。 ISTP 女子と結婚したい男がいるんですよはい、はい、でも向こうは自由がなくなるって思ってるんですよ、はい、多分自由がなくなるっていうのも、はい、なんか計画みたいな感じにするとだと思うんですよね。あ、まあ、要はこう長い将来がイメージしづらいわけじゃないですか、はい、だからもう今だと思うんですよ、はい、今私はあなたを愛してる、はい、みたいな。じゃあ明日結婚しようは OK ですか。そうじゃないですか。でもういつとかじゃない、もう今ずっとあなたと一緒にいたいから結婚したいみたいな今の話だと思うんですよね。でも、まあ、今相手がそのつもりならこれが答えな気がしました、はい、明日結婚しようでどうでしょう。マリーちゃんすいませんごめんなさい。これがなんか動画になるかな。どうでしょうね。SP の好きなものは奪ってはいけないと。あ、身を染みてそうなんでしょうねそうかもしれない。 SP の中でも STP の女子は稀な気がしますと。僕はなんか動画のコメントにいないだけだと思ってるんですけどね。はい、まあ、動画のコメントにいなきゃ来ないって話ですよねうちの動画に。あ、見に来ないって話ですか、はい、しまった、まあ、いっか、はい、あ、マリーちゃん、周りの ISTP は
終末婚してますわらと、はい、自分の好きなことを大事にしてくれる人が好きですと、はい、まあ、それを言うんでしょうね多分ね、うん、でまあその好きな相手なので、はい、好きな相手も好きなんだと思うんですよ。なるほど、趣味と一緒はい、いいです、アクティビティです、はい、はい、まあ、アクティビティとは思ってないとは思うんですけど、はい、まあ、好きなのは好きなんですよ、はい、っていう感じなんだと思うんですよね。あ、僕やっぱちょっとどうしても卑下しちゃうところがあるのでリエさんはパートナーが ISTP だと、私は ENFP の気がすると、お互い束縛されたくないし自分の時間が必要なので確かに終末婚がしっくりくるねと。 SJ とはそうもならないのかな。 SJ もじゃないですか。あ、 SJ もその反対の SJ、はいはいはい、あだとそんな感じ、そうですね、説明でしたね、はい、でも結局今大体男性が働きに出ると、はい、まあ、終末婚みたいなもんですよね、結婚すると、まあ、ずっと仕事してるで週末だけいるみたいな、うん、はい、私そうだなと思って、はい、